リアリス N-037 カラーパネルワンピーススイムスーツ株式会社ウェイボは兵庫県加古川市、平岡町にある企業。リアリスブランドの競泳水着コスチュームの企画、制作、販売を手掛ける。兵庫県加古川市平岡町にした2十8番地の12本社を置く。2008年11月、リアリスブランドが発足した。学生時代に水泳部に所属し、 競泳水着フェチであった創業者は、間に合う気の良いカラフルで奇抜な競泳水着の販売を、きと。製造工場を探し当て、ラバー加工や光沢加工された競泳水着を発売した。デザイン性に優れ、着心地の良さや締め付けによるスタイルの補正効果など、 記事の段階からこだわりを持って製造されており、日本国内外のグラビア撮影で着用され、人気を博している。2013年、創業者の病死に伴い代表者交代。2014年10月、映像アーティストの小科学からの指摘を受け、ブランドロゴマークを刷新した。2015年、全面に、線ファスナーを備えた競泳水着を制作し話題を集める。この、 フロントジッパー競泳水着は豊かなチブサを武器にしたいという女性モデル、コスプレイヤーの声とクラビア系イメージビデオ作品でせっかくの水着を割いてしまうという演出に大手メーカーとして心を痛めていたことから誕生した。商品サンプルをインターネット上に公開すると話題が沸騰し、発売30分で初回生3分が完売する事態となった。2016年、 プールサイダーブランドが発足し、水中でも着用できる、ニーソックスが発売された。カンパニー。ウェーボ、2020年5月10日閲覧。ABCD セミ指向。月間水中ニーソ6月号イベントレポート。フェチ東京。フライト X ジェット、http コロンスラッシュスラッシュ f e t i、ok、ドット東京スラッシュ39742020年5月10日閲覧。 株式会社、ウェーボの情報。国税庁。2020年5月10日へ覧。藤木良介。水着を普段着に変えるブランド、プールサイダー、爆誕第一弾は、水中にいそ。kai-iou.net。海 <i> <net> 遊。 https://kai-iou.net コロンススララッッシシュュスラッシュアーティクルスラッシュ256322020年5月10日閲覧。木下ゆり。プールの外でも履ける、水中に急びれ版で、一般発売へ。kai-iou.net 回遊。 https://kai-you.net a r t i c アーティクルスラッシュ266152020年5月10日閲覧。ありがとうございます。